皆さんこんばんは、 MK です。本日発売のゼルダの伝説夢を見る島、実況していきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみにしてたんでね。まずはアニメーションから始まりましたが、海なのかな、かなり大きな嵐みたいですけど、誰かが船を操縦してるぞ。嘘でしょ、これ絶対抜けられないと思いますけど、リンクかな。頑張って、うーわすんごい波が高いぞ。頑張ってなんとか陸地を目指すんだ。なんだ、雷が落ちてきた。嘘でしょ、まさかの波じゃなくて雷にやられてしまったんですけど、リンクさん生きてますか。ここは浜辺か、誰かいますね、かわいい。そして全然さっきと絵柄が違うんですけど、リンクはここに漂流したんでしょうか。あ、なんか見つけた、誰なのかわかんないけど、リンクを見つけてあげて。走っていて、いたいたいた、大丈夫かな。思いっきり倒れちゃってますけど、船はその辺にはなさそうですね。リンク起きて、せっかく可愛い女の子が起こしに来てくれたんだよ。リンク、ダメだな、全然目覚めないですね。あ、これがオープニングなのか。リンクはどこかを目指していたみたいだけど、まあ途中で嵐に見舞われてここの島に漂流したってことなんでしょうね。でかい卵があるぞ、なんだこれは。ヨッシーの卵とはまたちょっと違う柄ですが、はい、ゼルダの伝説夢を見る島、頑張っていきましょう。じゃあ早速始めていきますよ。まずはファイルセレクトだ。123とありますが、まあここは迷わず1でいいですね。モードノーマルと辛口があるのか、まあここはノーマルでいいでしょう。名前はリンクでやっていきたいと思います。なんか今回のゼルダはいつもと違ってデザインが可愛い感じですよね。個人的には大好きなんですが、リンクがうなされている。あ、起きた。あ、気がついたのね、よかった。マリン、君はマリンって言うんですか。もうダメかと思った、怖い夢を見ていたみたい、ひどくうなされていたよ。え、ゼルダ、ゼルダ違うわ、私はマリン、意識がはっきりしていないのね。今思いっきり女の子の名前を間違えたんでしょうか。ここはコホリント島よ。ほう、コホリント島って言うんですね、それだけ。もう少し情報をください。道に沿って南に歩けばあなたが流れ着いた浜辺よ。ただあなたが島に来てから怪物たちがこの辺りにもうろうろするようになったの、気をつけていってね。え、私のせい、今私のせいで怪物が来たみたいな言い方をしましたけど、タリン、やあリンク、起きただか。オラはタリン、気分はどうだ。うん、どうして名前がわかるのか、不思議だってか。確かに盾の裏に書いてある名前を見ただよ。ほーら、この盾だ。やった、盾を手に入れました。盾が戻ってきた。 R を押している間敵を弾けるよ。剣は、剣はありませんでしたか、タリンさん。そうそう、浜辺には他にも打ち上げられたものがあっただよ。もし探しに行くなら怪物に気をつけるだよ。リンクが島に来てからうろつくようになっただ。なんかさっきから私のせいにしてますよね。私が来たのと怪物が来たのは関係ない気がするんですけど。そして浜辺に他にもあったなら、なんで持ってきてくれなかったんでしょうか。まあいいや、自分の足で取りに行きましょう。メーベの村、めっちゃ可愛いじゃん。この雰囲気大好きなんですけど、キツネがいますね。こんにちは。コーンコンコン、かきくけコーン。あ、喋れるタイプのキツネですか。違うんかい。ただの鳴き声みたいですね。君は、ケンケン、兄ちゃんセーブしたいときはシステム画面でセーブだよ。プラスでアイテム画面を開いた後 R を押せばシステム画面だよ。でもおいら子供だから何のことやらさっぱりわかんないや、わかんないんかい。まあ教科書で読んだことがあるとか、そんなレベルなんでしょう。君は、ヤッホーばあさん。ヤッホー、あたしは元気だよ。あんたも元気でやっとるか。ヤッホーばあさんっていうの、めちゃくちゃ元気じゃん。ワンワンがいる。待てよ、これ食らうかもしんないから、ちょっと遠目に行きましょうか。ワンワンが危ないよ。避けながら進んでいきましょう。また子供たちがいますね。こんにちは。ボール遊びをしているんでしょうか。タムタム、この島の地図を見るときはね、マイナスを押すんだってさ。地図を見ているときは A で印をつけたり X で思い出を振り返ったりできるんだって。でもおいら子供だから何のことやらさっぱりわかんないや、やっぱりわかんないんだね。みんなそれを最後につけるんでしょうか。トムトム、ハートがなくなりそうな時は大きな妖精のところに行くといいんだって。でもおいら子供だから何のことやらですよね。みんなわかんないんだ。はい、ここの看板は何て書いてあるんでしょうか。右側がテールのホラー穴、下がトロンボ海岸。じゃあ海岸に向かいましょう。剣が落ちてるかもしれないですね。待てよ、これは盾で弾くんじゃないか。はい、盾で弾いて、そういうこと。
なんだ、跳ね返ってタコがやられてくれるのかと思ったらそういうわけではないみたいですね。はい、トロンボ海岸に着きました。とりあえず下に進んでいきましょう。危ない、もうちょっと食らったじゃん。待て、落ち着け落ち着け。下へ行って、これはなんだ、バカ。わけわかんない敵が出てきました。待てよ、進めなくない？トゲトゲで進めなくなってますね。上か、上を通るのが正解、正解だったみたいですね。上に行きましょう。タコに気をつけながら、これは？はい、看板読みましょう。ウニに注意、素手で触らないように。あ、なるほど、素手でってことは縦で押せるのか。こうやって進んでいくんですね。危ないよ。はい、このゴルドみたいなのを避けながら進んでいきましょう。ここか。はい、ここも避けて、あ、剣があった、剣が落ちてますよ。これ絶対私のでしょう。取りたいんだけど、あれ？なんだ？バサバサ聞こえますけど、フクロウが来た。こんにちは、フクロウ。ほっほうほっほう、坊やがその剣の主か。ほほう、なるほどなるほど、魔物どもが暴れ出すわけじゃ。ということ？説明して。風の魚の目覚めを告げる使者が現れたのじゃからな。風の魚を起こさねばその使者は島から出られぬとか。風の魚ということ？ほ、村の北にある不思議の森まで来るがよい。待っておるぞ。ほっほうほっほう。え、その魚とやらを目覚めさせる必要があるんでしょうか。フクロウは飛んでいっちゃいましたけど、とりあえず剣を入手しました。ありがとう。なくした剣を手に入れた、名前入りだから間違いない。これで敵を攻撃できるぞ。 B で振り回そう。なんかリンクは剣とか盾に名前を書くタイプの人みたいですね。待てよ、こいつらも剣で倒せるぞ。 OK。 待って、ハート出てこないかな。ハート1個ぐらい欲しいんですけど、全然出てこないじゃん。てかこっちで合ってる？一回戻った方がいいのかもしれないけど、こいつらも倒せるか。 OKOK、 ハートも出てきた。やりました。これで体力とりあえず満タンになりましたが、お猿さんがいるよ。なんだ、なんか落としてきてる。これは何？ B で攻撃して、壊していけばいいんですか？ミニゲーム的な何かなわけではないのか。ただ落としてくるだけぽいな。ただの敵みたいです。宝箱だ。これはどうすればいい？開けたいんだけど。持つ。これは重いぞ。素手じゃ無理みたいだ。素手？じゃあ素手以外の方法で持ち上げる感じなんでしょうか。わかんないけど、素手以外の方法じゃ多分今できないんで、じゃあこれは開けれないですね。こっち側に行って、待て、またこの猿に気をつけて進んでいきましょう。なんか建物があるぞ。一応中に入ってみますか。誰かいるんでしょうか。こんにちは。誰かいる。ワニさんがいますけど、これは味方ですよね。セール、わしはここの管理人のセールっちゅうもんや。わしは珍しい缶詰を集めるのが趣味なんやけど、弟はどこぞで芸術家をやっとるらしいんや。うまいもん食うてた方がええと思うんやけどな。まあちょっと目的が違う兄弟なんでしょうね。特に何かが壊せるわけではないと思うので、さっさと進んでしまいましょう。まだ関係ある場所じゃないみたいですね。森は北側って言ってたので、とりあえず村に戻りますか。右側はもう進めなくなっていったので、この辺も一応切ってく。ルピーが手に入るかもしれないので、ここは盾で塞ぎながら倒していく。素晴らしい。だんだんコツをつかんできましたよ。基本的には盾と剣の操作だけなのかな。こっからアイテムが増えたりするんでしょうか。それもちょっと分かってないんですが、穴が開いてるな。これは入った方がいい。待て、まずこのタコを倒して。いや待てよ、ただの落とし穴っていう可能性もありますけど、まあいいや、とりあえず入ってみましょう。落ちただけかい。洞窟に繋がってるとかそういう感じではないんですね。よーし、村に戻ってきました。メーベの村、一応この辺の施設も入っていきますか。誰かいるかもしれないですからね。村の図書館、読めるマップ？ああなるほど、ここはチュートリアルみたいですね。とりあえずいいや。まあなんかわかんなくなったらここに見に来ましょう。まあもう村に向かっちゃっていいのかな。なんか井戸もありますけど、一応なんだろう、剣あったよって報告しに行きますか。マリンちゃんと誰だったっけ、もう一人のお父さんみたいなキャラは名前忘れてしまったんですけど、誰もいないぞ。え、あ、この辺調べられる。何かを置けそうな台座だ。クリボーと書いてある。クリボー？マリオの？リンクはタンスを調べた。うーん、なかなかいいタンスだ。あ、中を調べたわけじゃないのね。タンス本体を調べたのね。これは？はい、何かを置けそうな台座だ。パックンフラワーと書いてある。なんかマリオ要素が多いですね。さっきもワンワンいましたし。う、重くて持ち上げられない。力が足りないようだ。なんか力を上げる方法があるのかな、こっから。
なんだろう、ちょっとメーターが足りなかったりするんでしょうか。この辺はハートがあるだけっぽいな。持てるな。あ、持てるけど引っこ抜けはしないのか。やっぱちょっとこのリンクは力がないみたいですね。マリンちゃん、剣あったよ。こんにちは。A で話す。あ、リンク、タリンは森へキノコ取りに出かけちゃったの。そうだ、タリンだったわ。私は歌うのが大好き。聞いて、風の魚の歌よ。あ、いきなり歌い出した。それが風の魚の歌なの？後で大事になってくるんでしょうか。え？いつまで聞いてればいい？ワンフレーズ終わったら？なんか歌ってる最中にね、話しかけるのも申し訳ないんですけど。終わった？終わってない。いつまで歌ってるんでしょうか。話しかけちゃうか。え、アーリンク、タリンは森は同じかい。なんだよ、じゃあ歌わせておきましょう。もう歌い出すと止まんないみたいですね。空飛ぶ鶏、ここに眠る。こいつか。空飛ぶ鶏なのこいつが。コッコがたくさんいますけど、上へ向かいますよ。あー、こっちじゃないな。また子供がいますね。多分こいつもわかんないって言い出すんでしょうけど、テンテン、リトライは最後にセーブしたところから再開だよ。ただダンジョンだと入り口からやり直しなんだって。でもおいら子供だから何のことやらさっぱりわかんないよね。だと思った。でこっち側は進めないので、やっぱり左だな。左に行ってから上に進むみたいだ。おお、キツネが歌を聴いている。こっち側が合ってるっぽいぞ。はい、この先釣り堀。あちゃ違うな。あ、もうちょっとこっちか。なるほどなるほど、こっち側が森ですね多分。はい、不思議の森、危険、森ブリン大発生中。怖いな。森に入るのちょっと怖いけど頑張ってやっていきましょう。不思議の森に到着しました。バサ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 聞こえますけど、君かまた。フクロウさんが来ました。ほほう、不思議の森にようこそ。目覚めを告げし勇者殿。この島はコホリントという地図には決して乗らぬ島じゃ。地図には乗らないということ？坊やの世界と地と違う断りで成り立っておる。島から出るのは無理じゃの。無理なの？帰りたいんだけど。コホリント島を治める神、風の魚が眠る限り外への道は開かれぬ。じゃあそいつを起こせばいいんだな。ところで村の南のテールのホラー穴は見たか？見てないです。この森にある鍵を持ってテールのホラー穴に行くがよい。風の魚は見ておるぞ。ほっほうほっほう。なるほど、じゃあこの森で鍵を手に入れる必要があるんですね。じゃあちょっとダンジョンに入ってしまったので、こっからは次回やっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。